はい、てつです。今日はですね、中国の気球の正体とお粗末な日本政府の対応というテーマでお話ししてみたいと思いますまあ、先般来、ですね、アメリカではものすごく大きな話題になっているこの中国の気球の話ですねで、これは F22 で、えーまあ、ミサイルでね、撃、えー、ちを落として、えー、その残骸をですね、まあ、今、収集してですね、いろいろ分析を行ったということなんですね である程度、いろいろ分かったことがまあ,あるわけですけれども、えー、それをですね米国政府はまあ日本政府に、ね、あるつ伝えているというふうに思われますではっきりしていることはですねこれはあの、まあ、中国が言うようにいわゆる気象観測の気球では全くないと、まあ、当然ですよねしかもあの民間の会社が運営している気球であるということを言っていましたけども、えー、その事実も全くないと。えー、基本的には まあ軍の支配下にある企業の、まあ、これデュアルユースということがあるので、まあ、民間企業との提携があったとしてもです、ね、最終的にはこれ軍事用のものだということはもう間違いないというふうに思いますで、えーまあ、あのこの気球はです、ね、意外に大きくて、ねまあ、1トンぐらい60メートルの大きさがあって1トンぐらいの重さがある、まあ、直径60メートルでしたかね。 えー、それから1トンぐらいの重さというようなことで、あのー、ですけれども、えー、この搭載可能ペイロードというんですけど、搭載可能なですね重さというのが5トンあるそうです、で5トンというと、ですね小型核が大体1トン強なので、4個ぐらいは乗せられるということですね。えー、ということは、まあ、電磁パルス攻撃というようなものも可能になると。ね えー、EMP と言われているやつですね、えー、これを、まあ、要するに原子爆弾を下に落とすんじゃなくて途中で爆破させてですね、えー、電子機器を全部使えなくすると、そううするともうパソコン、まあ、だけじゃなくてあらゆるコンピューター、携帯電話も全て電車もですね飛行機も全て、えー、動かなくなると、えー、軍事的なあものもそうですよね、兵器も動かなくなるというようなことで。 まあこれをです、ね、もし中国が自由に運営できるとです、ねえー、もちろんその中国から、ね、ミサイルが飛んできたアメリカは報復攻撃するということで核攻撃をするということで、えー、核攻撃したって分かればそれで対処するわけですけどもこういう気球からです、ね、落とされた場合には対処のしようがないですよね反撃もできないじゃないですか。まあ、それほどです、ね、このの気球というのは もう恐ろしいものだったということなんですね、えー、搭載可能なトン数が5トンもあるということなので、まあ、いろんなことができるということですね、えー、ちょっとね、あのー、新聞記事にもいろいろ出てましたのでまずその新聞記事を、ね、読んでみたいと思いますこれ 3K の記事ですけどね、えー、中国偵察気球に信号傍受の諜報機能40カ国超の上空飛行米調査結果発表という記事ですね バイデン米政権は9日先月末から今月4日に米軍機に撃墜されるまで米本土上空を飛行した中国の偵察気球について電波信号の傍受による諜報活動を行う機能を搭載していたとする調査結果を明らかにしたやっぱり気象観測のための気球ではなかったということですね、えー、気球は人民解放軍が指揮する 中国気球船団の一部で五大陸の40カ国超の上空を飛行中国軍と関係のある企業が製造し軍に納入したとしている米政府は一連の気球飛行について中国の世界規模の偵察計画の一環で米国の安全保障と同盟友好諸国に脅威を突きつけたえこれ高官が言ったんですねと指摘え対象となった 国々と情報共有を進める一方米領空の偵察に関与した中国の団体に対する制裁措置を検討する方針だ国務省高官の説明によると米軍偵察機 U2 が飛行中の気球を撮影した高解像度画像を分析した結果気球は地表の更新を傍受するアンテナを備えアンテナを備えですよ、ね 電波信号の傍受による情報収集を行う機能を搭載搭載装置は明らかに諜報活動を目的としたもので気象研究用とする中国側の主張と矛盾するとしている高官はまた気球は太陽光パネルによる電力で稼働していたと指摘人民解放軍と関係を持つ企業が気球を製造していたほかその企業は自社サイトで 気球を宣伝し米国の領空など過去に飛行した際の映像も流していたと明らかにしたまあ堂々とやってるということですね米本土上空を約1週間飛行した中国の気球は米軍の大陸間弾道ミサイル ICBM 発射施設など複数の戦略施設の偵察を行っていたと見られる高官は 大規模な偵察活動を暴露し対処する取り組みを検討すると強調米政府は残骸の回収や分析などを続行し中国政府の説明責任を求める方針だ一方国務省は9日議会上下両院に調査結果を説明シャーマン国務副長官は同日上院外交委員会でこの無責任な行動は中国が 海外で一段ととと攻撃的にになってていいるることを存分に明示しし非難した軍と環境のある企業が気球を製造していたことで米政府は中国軍が企業の先端技術を取り込み軍事力を増強する軍民融合の最新例として警戒を強めており中国の技術移転の規制や監視の強化を求める声が議会で一段と高まるとみられる。 とということなんですね。えー、非常に、えー、警戒を要するものだということですね、諜報機能、まあ、要するにこれは、まあ、以前から言われたようにスパイ気球であったと、これはもう間違いないということですよね、しかも、まあ、5トンの搭載量があるというつの説がありますけれども、そうなると、これは攻撃用にも転嫁できるということで、ある意味でもう実験だったんでしょうね。 F22 で攻撃したということは、場所が結構高いところ飛んでたんですよね、まあ、普通の航空機の2倍ぐらいのところかな、飛んでいたということで、なかなか発見しづらいところらしいんですね、それよりもっと、成、え、層、ーまあ、圏,圏というか、対流圏というのかな、そこと宇宙空間との間にです、ね、結構穴が開いてるというかね、チェックしがたいところがあって。 そういうところを飛んでいくとなかなか見つけにくかったりするということもあるそうですね、これまでも飛んでいたのに大問題にならなかったということはうまく、ね、まんまと飛ばして情報収集がつまり情報活動ができていた可能性もあるんですね、でこれでアメリカはです、ね、あの当然、報復措置に出ると思いますし何らかの説明責任を求めると言ってますけど責任を取らせるような行動を取るんじゃないかなというふうふに思います。 で日本なんです問題はね、日本はその2020年にね、まあ、この間お話したように、えー、仙台上空に現れて、まあ、複数の目撃者が出たわけですけれどもね、えー、当時の防衛大臣の河野太郎さんは、ですね割と無関心でね、まあ、謎の飛行隊みたいな感じで話してましたよね、えー、特に何もしないということですね、えー、もちろん撃墜するような法律もないと。 ということですねだから何してたかというと、まあ、ボーッと通り過ぎるのを見てたと、まあ、あの得意のあれですよ注視していたというやつですよね、はい、で記者からまた戻ってきたりするんですかと聞かれたんですよ、ね、そしたらそれは気球に聞いてくださいと言ってるんですよ、ね、こんな無責任な発言ありますもうちょっとねあのなんか政府としての考え方を言えばいいのに気球に聞いてください当時はもう中国の血の字も言ってないですよね おそらく中国から飛んできたぐらい分かってると思うんですけどね、えー、そういう偵察行動を、まあ、許したということも認めたくないしその場を何とか逃れればいいかなみたいな雰囲気でしたそういえばこの時の記者会見の場で河野太郎防衛大臣はあの気球には安全保障に影響はないと断言したんですよなぜ気球の実態が何も分かっていないのに安全保障に影響はないと断定できたんでしょうかね その点に関して大きな疑問が湧いてきて僕は最近次のようにツイートしました「米国に飛来した気球がスパイ気球であることがほぼ確定」「以前日本に同志の気球が飛来した際当時防衛省だった河野太郎氏はなぜ気球の実態も何もわからないくせに安全保障に影響はないと言えたのかぜひ説明してほしい」「スパイ活動は安全保障上の問題ではないとでも言うつもりか」とね。 まあワクチンや TikTok の問題もそうなんですけどまあ河野太郎さんの発言ってねどうもねまあ無責任なところがあるような気がしてね信頼できないんですよ僕はで現にねそういった事件があったにもかかわらず日本政府はまあ防衛省もそうですけど何か法的措置というか法的な対応を考えたかね例えば飛来してきたら撃墜するとかまあ飛行機とか戦闘機の場合は撃墜することも可能なわけですけども えー、気球の場合はですねなんかそういう決まりもあんまりないそうですね法律もないそうですだからここで決めとかなきゃいけなかったんじゃないですかね2020年の時にね何にもしてないんですよ、とにかく本当ねもうこういう、まあ、要するにスパイをどんどんされてるわけでしょで将来的には攻撃用に転用される可能性もあるわけですねこの気球っとい,、ねえーまあ、いうのは何となくこう可愛い感なんか平和的な感じがするからねあのピンとこない人もいると思いますけどこっから、ね、爆弾を落とせるんですよね。 核爆弾をねですからそういうことを考えたらねやっぱり何らかの処置をできるような法的な整備をしなきゃいけないしまた、いろいろとこういう問題が起きたときにどう対処するかということをねしっかりと政府内で検討しておかなきゃいけないと思うんですね、まあ、それが一切ないということですでアメリカからいろいろ情報が入ってきて、えー、それに関して今、分析してねさあ、どうしましょうかという感じなんですよ。本当政治家っていうのはね何千万も 年間にいい報酬とかいろんな形でね税金使ってるわけですよ、ね、そういう人が何百人もいてこんな重要なことを何にも検討していなかったということなんですね、まあ、僕は本当に腹立たしいと思いますよもう少し日本政府しっかりしてもらわないといけません、まあ、野党があの手たらくですからねあのなんか総理秘書官の、まあ、発言がどうのこうので憲法審議会をボイコットするとか休むとかね サボるとか、ね、もうそういうことばっかりやってるじゃないですか野党もあんな調子でダメなんですよね、えー、もっとね日本を守るという本当強い心を持った政治家がもっと増えてもらわないと困るなと、えー、つくづく感じていますあなたはどうお考えでしょうかではまた Good luck. 目覚めよ日本人今回のようなお話に興味のある方は是非チャンネル登録をよろしくお願いします